はい、天才白川です。今日はですね、プロとですね、こう、皆さんの大きな違いで何がやっぱり違うかっていうのはね、まず、定位能力っていうのをね、これ何度も言ってるけどね、これ見てもらえばわかると思うんですよね。まぁ、ちょっと、後ろにね、フェデラーさんのね、ちょっと動画を流してみますね。で、まぁ、見ながらちょっと見てください。で、これフェデラーさんだけの問題ではなくて、で、まぁ、向こうの反対側、キリオス選手いますよね。で、まあ女子の選手もね、朝からまあ、いろんな選手のこう、ちょっと見てたりするんだけど、ほぼほぼね、その、なんていうかね、ボードの距離感って間違ってないのね、こう、このレベルになるとね。で、それが証拠に前言ったら、この体幹、このね、ちょっと体幹ずっとこう見てください。体幹が全然ブレてないでしょ。これ、体幹ブレてないっていうのは、ほとんどたらボードの距離が合ってるからブレてないのっていうことがこう言えると思うんですよね。で、よくそのジュニアでね、最近こう思うんだけど、これジュニアでね、なんか体がよくぶれるのは、こう体幹が弱いからだとかでね、なんか体幹トレーニングとかね、なんかのプランクとか肘立てとか、なんか一生懸命やってんだけど、なんかくれねてくれねてって言ってるね。で、それよくよく考えたら、それね、打点と距離合ってないじゃんっていうのがね、めちゃくちゃ多いと思うのね。で、いくら強靭な体幹つけたってね、もう、こんな近く来たボールに対してね、これなの決まってんじゃん。これって体幹が弱いからっていう、そういうことでしょ。それと、なんですかね、ボールとのね、その、例えばインパクトに関しても、その、やっぱりミートのいい子っていうのは、やっぱりこう、これも距離が合うのね、やっぱりボールとの距離がね。だから、その、なんていうんですかね、やっぱりこう、ミートがいいから、ボールもこう、重いじゃない。ところが、こう、一応、それなりに当たってんだけど、いつもこう、ミートがこう、なんか多少ずれるってなってくると、これもこう、距離感の問題で、で、定位能力の中でも、特にこのインパクトっていうのは、この、なぜね、なんでラケットの真ん中に当たらないかっていうと、ボールの真ん中の位置を覚えてないのね、こう、ズレがあってね。これ空間認知なのね。これも定位能力の一つなんだけど、よくボールを見ないから当たらないだって、こう、錯覚してることいるんだけど、全然違うんですよね。ボールちゃんと見てるじゃない?こうね。まあ、確かに、ボールの見方によってとかね、目が悪い子によって、距離感ずれる子もいるかもわかんない。まあ、それはまあ、置いといてね。ラケットの、この芯がどこにあるのっていうのをね、ちゃんと理解してますかっていうことね。なので、飛んでくるボールとテイクバックして、こう、ラケットのね、このボールのね、この芯の位置がどういう風にね、こう移動してるかの、こう、一致があるかどうかっていうのをね。で、こういう部分が、やっぱり、なんていうかね、なんかの生活習慣でね、やっぱりこう、小さい頃からね、ちゃんとついてる子とかいうのが、やっぱり、なんていうのかな、そのボールの距離感っていうか、そういうのも合うと思うのね。ね、昔はそれ、運動能力の中でね、こう、調整力っていうことでね、まあ、昔コーディネーションって言葉なかったのね、調整力って言われたんだけど、その中に、識別能力みたいな、こう、ボールの扱い、これ、高知性って言われたんだけど、それと、ボードの距離感である、その定位っていうのが、まあ、含まれてたんだけど、まあ、当時はね、私がその、もう何十年も前だけど、学校の授業ではね、これはもう先天的なものなんだって、こういうふうに言われてたのね、当時はね。まあ、確かに先天的要素は特に識別能力はあるんだけど、定位能力に関しては、ほぼほぼなんか生活習慣に、よるものは結構多いんじゃないのかなっていうね、感じなんですよね。だから、空間って一つのレーダーだから、その飛んでくるボールとのこの距離感に対してのズレとか、逆にその、例えば、ポーチのようにね、飛んでくるボールに対してどれぐらいで近づけばいいかという、そういうふうな感覚的なもんなんで、やっぱりそういう生活の環境にこう、身をできるだけこう、小さい頃から置いた子ほどこの距離感ってこう、いいのね。で、またその、なんていうか、その定位能力とか、そういう距離感が養えてない子が急にテニスやると、多分こう、くねになってると思うのね。で、多くの子が、このね、フォームが悪いとか、打ち方が悪いとかね、こう、なんか打ち方を確認したけど、そういう問題では、こう、おそらくないんだと思うのね。なので、なんかね、こう、一回ね、こう、皆さんのね、じゃあ、一回試合見てみてください。こう、例えばこう、今、フェデラーさんとかこう、打ってるけど、ボートのこの位置がちゃんと決まって、こう、打ててますかっていうね。で、おそらく体のこれ、ブレながら打ってるとか、こんなになってるっていうのはね、まあ、走らされても追いつかないのはそれは仕方ないけど、そこで体がこうなるのは仕方ないけど、普通のラリーにおいてこんなになってるっていうんだったら、これは明らかの体幹の弱さじゃなくて、距離感がもうずれてることだから、そういう子はね、やっぱりこう、なんていうかな、ボールとのね、その距離とこう打点っていうのをね、徹底的にね、合わす練習をね、やっぱりやらないと、ちょっと厳しいんじゃないのかな。もうね、そうだな、もうそれ専用にね、もう火をね、
作ってね、もうなんていうのかな、玉出していいと思うのね、こうお父さんが玉出しボーンってね、それもランダムにこう出してね、でそのランダムに出したものに対して打たなくていいから、もうここって決めたらもう動かさないね、その位置にてってってって動いて、ここにあのボールがあのポーンと当てる、動かしてダメよ、もうここって打ったあので決めたらもうそこでこうあの必ずそこで打つと。姿勢崩さずに、このままこうタッ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 と上で手ってこうね、キャッチするとかね。そういうの、そういうのをね、丸一日でやってもいいんじゃないかと思うのね。この、これだったら別に、あの、レッスンやらなくてもいいじゃん。お父さんお母さんもできるじゃん。もうね、玉出し下手なんだけど、どういいのね。あの、正確に、あの、打つ必要ないから、バラバラの方がいいんだからね。そんな感じで、ね、教育観を合わせていかないとね、あの、厳しいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、最近ね、ちょっとね、また、今度ね、新しくリリースしました、これ。これ実はね、キッズ用です。トンカチラケットミニなんですね。低学年のね、幼稚園の高校ぐらいから使えます。一応これ、ボールはあの、レッドボール、グリーンボールまでは使えますけどね。長さもね、こういうふうにね、紐通すとかが変わってて、ここに紐をつけてね、ここ持ったらね、ちょうどキッズのラケットと同じぐらいになるんで、ね、非常に軽く作ってあるんでね。まだね、キッズの子はね、なんていうかね、空中飛ぶボールだったら多分無理だと思うから、そこそこ、打てる子だったらいいんだけど、ゴルフラケット、ゴルフテニスってあるでしょ？なんか下くるくるくるっとこれで、こう、ボーンと打つのね。ああいうのでね、こう使っていけばいいのね。で、これなんで、真ん中に当てるね、もののね、ラケットじゃないのね。空間認知をね、修正するものなのね。なので、こう、持ってると重さを感じるでしょ。この重さがすごい大事で。だから、キッズの子はこれ持ってるだけでいいと思うのね。持ってるだけで、ちょっと素振りしてるだけで、この重さがどういうふうに移動するか分かるでしょ。目閉じてこう振っても重さがどういうふうに移動してるか分かるでしょ。で、おそらくキッズラケットほど軽く作ってるから、だからこう振ってもね、このラケットのね、なんていうかね、こう軽さでね、ラケットの芯がどこにあるか分かんないはずなの。ところが、これ、トンカチだったらわざと重く作ってるから、重さの位置の移動が分かるのね、こうね。こうすると目閉じてるでしょ。こうしてるだけでこう移動してるのが分かるのね、こう重さがね。で、そういうので、なんていうか、もう低学年から、定位能力っていうのを、なんていうかね、培っていかないと厳しいんじゃないかな。これ一応、大人用も、一般のジュニア用のトンカチラケットもあるので、もうこう振ってるだけでいい。もちろん打ってもらってもいいんですよ、これボーンってね。まあ、打てて。で、ちなみに、トンカチラケット、普通の大人用は、スピンサーブも、スライスサーブも、スライスもトップスピンも全部出ますから。もう全部できる。スライスボレーもできます。すごいでしょ。これでゲームを、うまい子は、これでゲームできますから、普通にサーブ打って前でボレー、サーブ&ボレーとかね。打ってもらってもよしなんだけど、でも、こう、家でもね、こう、持ってるだけでもね、これ、なんですかね、空間認知がね、こう、養える。だから、これ、空間認知能力を養う器具なんですよね。一応概要欄も出しておきますけど、キッズさんのはもうリリースしてるんで、行ってもらえればもうすぐ、もう発送できる準備。まあ多分来週ぐらいから発送になると思うんだけど、もしよかったら概要欄見てください。そんな感じでですね、まあこれトンカチだけとはいいんだけど、空間認知とか、それから定位能力っていうものを、やっぱりこの低学年のうちから鍛えないと、おそらく球技無理。球技は無理よね。なので、なんていうかな。で、高学年になった場合は、もう明らかにボールが合わないのであれば、さっき言ったその定位能力、ボールの距離感と、その空間認知という部分を、明確にね、ちょっとね、修正するっていうことをね、十分時間をかけてからテニスやらないと、おそらく、なんていうのかな、無駄になんか手のわけわからん、体幹トレーニングとかわけわからんトレーニングする羽目になってるというジュニアが多いので、そこはね、ちょっと注意してもらった方がいいですね。で、まず皆さんね、このビデオをね、ちょっとさっきも言ったんだけど、今のこう試合ね、試合のを見てもらって、で、特にさっきも言ったように、こう、走らされて、ダーッとこう、走らされてね、で、うわ、ダメだーって、こういう時に、なんかこう、体がこう、ブレるんだったら、多分筋肉が弱いのかもわかんないし、まあ、スタートが悪いんだったら、まあ、はっきりこれ、目のね、もう見方ね、これ判断の方が悪いのかもわかんないけど、普通のこう、ラリーとか、普通のチャンスボール近づく時に、近づきすぎたりとか、ガシャ当たりするとか、もう暗になってるとかっていうのとか、普通のラリー戦で、なんかもう、とにかくこう、体幹がこう、ブレるっていうのは、明らかにもう距離感が合ってないんですよね。そこからぐらいかですね、ちょっと、なんていうのかな、修正をね、距離感の修正を、もう本当に球出しでランダムしてもらって、打点決めて動くだけでいいと思うのね。で、その中で、ちゃんと当たって
るにもかかわらず、当たってるにもかかわらず、なんかもうボールがもうぶっ飛んでいくとか、それかコントロールできてないってなっていくと、これ識別能力っていう部分で、また別の部分の能力の問題だから、なので、よくある、なんていうのかな、力加減がわかんない子ね。なんかこう、なんか全部強く打っちゃうっていうね。で、これも致命的なのね。もうこれもめちゃくちゃ致命的。下手したらね、転移能力より致命的かもわかんない。っていうのは、だってもうボールコントロールできないんだもん。だから一般の方でいるでしょ。なんか全部打っちゃう人ね。こんなんで、いや、なんか打っちゃうんですよとかいう人いるでしょ。なんかこう、打つ気ないのにね、なんかバーン打っちゃうっていうね。あれは重症ですっていうのは見て、で自分がこのぐらいの力で打つんだよっていう命令が手にできないんですよね。それは識別能力っていうのね。だからできないから、つまりもうなんていうんですかね、筋肉のオンとオフがもうできない状態だから、ここはね厳しいなっていうことね。まあ、これもね、ちゃんと、修正できるので、目と手の協調性っていうんだけど、そこでやればなんとか修正はできるのね。なので、もうテニスでね、もう定位能力と識別能力がないっていうのはもう最悪の状態だから、そこはちょっとね、頑張って、ちょっと本気で取り組まないと、おそらくちょっともう球技生命として、テニス生命ではない、全然どこじゃない、球技生命としても無理だと思ってください。で、まあさっきの定位っていうのはもう本当のボールとの距離感だから、一回ビデオを見て、まあちょっと、自分を確認してもらった方がいいんじゃないのかなと思いますね。またこのね、フェラーさんのこう動画をね、こう見てもらって分かるように、もうほとんどこう、なんていうんですかね、胴体というか、動いてないでしょ。もう距離感が合ってる。ほとんど距離外してないで、プロはもうこのレベルと、いうことですね。そこをちょっとね、注意して見てもらえばいいと思います。常になんか自分がこう、ぶれながら打ってるっていうのは、弱さ見るよりか、距離感を疑ってもらった方がいいんじゃないのかなと、思います。ですね。てつやさん、頑張ってください。